クイーンメリー、クイーンメリーは、キュナードラインが所有していた、オーシャンライナーである。キュナードラインが、サウサンプトン・シェルブール・ニューヨークを、毎週行き来できるように経営した2隻のうちの1隻で、あり、建造は、スコットランドのクライドバンクに位置する、ジョン・ブラウンカンパニーであった。本船は1936年から1967年に、かけて、北、大西洋を横断する、 定期便として運航された。1920年代後半から1930年代前半にかけてヨーロッパは巨大で優秀な船舶を必要としていたため、同時期に建造されたクイーンエリザベスと共にチャーターされ客船として運航されたが、第二次世界大戦の勃発に伴い、兵士輸送船として軍に徴用された。 軍を退役した後は再び客船として20年間運航され、1967年に引退。国立登録史跡として登録され、ロングビーチで博物館船権ホテルとして生態保存されている。ヨーロッパでは客船の建造競争があり、ドイツはすでに客船、ブレーメント、オイロッパを建造していた。キュナードラインのライバルのホワイトスターラインは、 総トン数6万トンのオーシャニックの建造を決定し、競争に遅れをとっていたイギリスは、総トン数7万5千トンの客船を建造することを決定したが、船名は未定であった。534番船体と仮の名が付けられていた、元船の命名については、極秘のうちに進められ、キュナードラインの船名の命名規則に従い、ビクトリアに内定していた。 この再下のため社長代理がジョージ5世に越見した際に、この新客船にはイギリスの偉大な女王、クイーンの名を冠しますと遠回しに相乗したところ、ジョージ5世の王妃、クイーン、メアリー・オブ・テックと勘違いされ、そうか、ありがとうと言われたことに気因する。1930年12月にクライドバンクにあるジョン・ブラウンカンパニーで建造が始まったが、 1931年12月に世界恐慌による資金不足により工事が中止された。キュナードラインは534番船体を完成させるための建造資金補助を政府に依頼し、政府は経営不振に陥っていたホワイトスターラインとの合併を条件に552番船体クイーンエリザベスフンも援助することを承認し、 両社は1934年4月に合併することで合意した。合併した際、社名がキュナードホワイトスターラインとなった。こうして約3年半中断されていた工事が再開され、クイーンメリーは1934年9月26日に浸水した。建造にかかったコストは350万イギリスポンド、工期は3年半となった。 1934年9月26日、534番線の浸水式は、雨降りの中、メアリー王妃が長い当時の途中突然仙台城から滑り出し浸水をはじめ、慌てて、船名、RMS クイーンメリーを授けて祝福し、降りた水上では勢いがつきすぎて危うく、浅瀬に乗り上げる直前で停止するという事故が起きた。クインメリーの建造後、 クライド機船の所有する船舶に同米のクイーンメリーが存在することが判明し、キュナードホワイトスターラインと協議した結果、クライド機船のクイーンメリーを T.S. クイーンメアリー E と改名することに決定した。諸女公開は1936年5月27日、クイーンメリーはエドガーティ・ブリテン船長のもとサウサンプトンを出港した。 クイーンメリーの総トン数は8774トンあり、ライバルのノルマンディの総トン数79,280トンを上回っていたが、ノルマンディが改装され、ゲームセンターを増設したことにより83,243トンに増え、クイーンメリーを抜かした。クイーンメリーは高速で航行していたが、ニューヨークに到着する直前に霧が出てきたため、速度を落として航行した。 ノルマンディの流線型で革新的な船体に対し、クイーンメリーのデザインは伝統的すぎると批判された。実際、クイーンメリーの外観は第一次世界大戦前の客船と大差なかった。さらにクイーンメリーは内装にアールデコを使用しており、フランスの定期船よりも古めかしくて落ち着いた雰囲気にまとまっていた。船体の大きさでもノルマンディが上回っていたが、 このような批判を受けたにもかかわらず、就航後クイーンメリーは、乗客店員の多さと持ち前の快速ぶりで、大人気となった。1936年8月、クイーンメリーは、西回り航路で、平均速力30.14ノット、時速55.82キロメートル、東回り航路で、平均速力30.63ノットを記録し、ノルマンディから、 ブルーリボン賞を奪った。その後ノルマンディは改装で新型の動力機関を取り付けたため、1937年、クイーンメリーからブルーリボン賞を奪い返したが、1938年に再びクイーンメリーが西回り航路で平均速力30.99ノット、時速5 7 3 9トル、東回り航路で平均速力31.69ノットを記録し、 ブルーリボン賞を受賞した。その後、この記録は1952年にユナイテッドステーツが登場するまで続いた。クイーンメリーの一等選客の設備は極めて豪華であった。特に有名だったのは、室内プール、バー、図書館や児童センター、犬小屋まであった。特に広大であった一等選客の食堂、グランドサロンと呼ばれたはにで気分の高さがあった。 また、先術した室内プールも同様に2で気分の高さがあった。食堂には大西洋横断時の西回り航路と東回り航路が描かれた地図が設置されており、この地図には船の現在地を示す動力付きの模型がついていた。姉妹船クイーンエリザベスが就航した際には模型が一つ追加され、乗客は両船の位置を知ることができた。 広大な食堂で食事をする以外にも、屋上にはバーベキューとフランス料理レストランが設置されており、レストランの定員は80人であった。また、このレストランはクラブとしても使えるように作られていた。他にも大西洋の景観を楽しめるアールデコ様式のロビーなどが存在した。内装に使用されていた木材は個室と公共施設で異なり、また、 東京によって内装が異なっていた。その後、1939年8月に、クイーンメリーはニューヨークからサウサンプトンへ引き返したが、ヨーロッパの情勢が悪化していたため巡洋戦艦、フットの護衛を受けることとなった。無事にサウサンプトンに到着したクイーンメリーは再び、同年9月1日にニューヨークへ向けて出港したが、ニューヨークに到着した際に、第二次世界大戦が勃発。 ドイツ海軍の潜水艦による攻撃を避けるために、クイーン・メリーは、ノルマンディと共に、ニューヨーク港に引き止められた。その後、クイーン・エリザベスと合流した3隻は、秘密裏にクライドバンクまで移動させられ、協議の結果、イギリス海軍の上層部は2隻を、軍隊輸送船として徴用することを決めた。なおその5本が、ドイツの占領下に置かれたノルマンディは、 アメリカ海軍に徴用されて海装中に火災が発生し、消火の際の放水によって転覆した。詳細は当該項目を参照。クイーンメディーはニューヨークからまだ戦火に見舞われていなかったオーストラリアのシドニーへ移動し、ドイツ海軍艦船から攻撃を避けるべく様々な航路を通ってオーストラリアやニュージーランドの兵士をイギリスに運んでいた。クイーンメディーは 姉妹船クイーンエリザベスと共に兵士及び食料などの輸送船として戦争に従事し一度の航海で護衛もなしに1万5千人の兵士を運ぶことが可能であった。戦争期間中、クイーンメリーはクイーンエリザベスと共に死にされにくい灰色の塗装を施されたため、二隻とも灰色の幽霊というあだ名を付けられ、クイーンメリーは高速であったため、 この時代のドイツ海軍の U ボートでクイーンメリーに追いつくのは実質的に不可能であった。一度のみ、ドイツがクイーンメリーの停泊中に U ボートで待ち伏せする作戦を実行したもののクイーンメリーが U ボートに関する警告を受けていたためコースを変更し作戦は失敗に終わった。なお1941年12月に日本がイギリスとオーストラリア ニュージーランド、アメリカの間で開戦し、その後イギリス軍やアメリカ軍はアジア太平洋地域とインド洋地域で日本軍に相次いで敗北した。このため連合国軍はインド洋全域の制海権を喪失したのみならず、シンガポールを含むマレー半島や香港などのアジアにおける植民地を喪失した上に、オーストラリアも日本軍の攻撃を頻繁に受けるようになった。これを受けて、 クイーンメディは1942年以後はアメリカとヨーロッパの間の北、大西洋のみで運航された。1942年10月2日、アイリッシュ海でクイーンメディは護衛の軽巡洋艦キュラソーと衝突し、キュラソーは二つに引き裂かれて沈没した。U ボートによる攻撃の危険があるため何があろうともクイーンメディは停戦することは禁じられており、 駆逐艦に救助を任せてその場を離れた。この事故で、キュラソーの乗員338名が死亡した。1942年12月、クイーンメリーは合計で16,082人の兵士をニューヨークからイギリスへ輸送中であった。その時、スコットランド沖700マイルで強風によって、発生した高さ28メートルの異常波浪に襲われ、 危うく転覆する寸前にににまで達した。た。後にこの事故がが元になって、小説、ポセイドドンンアドベンチャーが執筆された1945年5月にドイツが降伏したことでヨーロッパにおける大戦が終結した。これを受けてクイーン・メリーはそれまでヨーロッパ戦線及びアフリカ戦線で戦っていたアメリカ軍及びカナダの兵士の帰還業務に従事することとなった。 1946年には、イギリス海軍からの徴用を説かれ、同年9月から1947年7月まで、クイーンメリーは客船復帰のために改装され、船室の数が増えて、ファーストクラス711室、一般客室707室、観光客専用客室577室となった。こうして、クイーンメリーは、クイーンエリザベスと共に再び、 大西洋横断定期船として1940年代から1950年代にかけて運航された。しかしこの頃、ダグラス DC-6 やロッキードコンステレーションなどの大型旅客機が大西洋横断路線に就航し、さらに1958年には大型ジェット旅客機のボーイング707が就航し、ロンドン入空間を6時間程度で結ぶとともに、 運賃も低下したことにより、クイーンメリーをはじめとする大西洋横断定期船の乗客は急激に減ることになった。さらに1969年のクイーンエリザベス2の就航により、クイーンメリーへの関心が薄れ、老朽化によって新市場での競争は難しいとして、キュナードラインはクイーンメリーを売却すること発表した。多数の買収の申し出があったが、 結局、ロングビーチで保存されることとなった。こうして、クイーンメリーは1967年に引退。クイーンエリザベスも1968年に引退した。1969年にクイーンエリザベス2が就航し、2004年にクイーンメリー2が就航した。引退後の1967年、クイーンメリーはアメリカ西海岸のロングビーチで経流され、 生体保存されることが決定した。1972年公開の映画、ポセイドガードベンチャーの撮影に使用された。1983年から1993年にかけては、付近のドーム型の建造物に H-4 が展示されていた。このドームはもともとホールとして使用されていたものであり、現在はカーニバルクルーズラインがターミナルとして用している。 2015年現在はホテル及びレストラン、会議場などとして運営されており、またロングビーチ港のランドマークとしても市民に親しまれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。